こんばんは。こんばんは。4月29日夜9時、こんばんは。ようこそおいでいただきました。こんばんは。もう質問が続々と。ありがとうございます。時報です。ほぼ時報です。4月29日、今日も、一生懸命働いた方、そして今も働いている最中の方、そして自粛を頑張った方、皆さんお疲れ様です。よく頑張りました。イエーイ。私は今実家で出前のバーミヤンを食べ終わって、もう腹パンパンです。あの、初めての出前バーミヤンだったんね、今日は。で、やっぱりこうボリュームがあんまりわかんないというか、サイズ感がわかんなくて、で、チャーハンをさ、まあ頼んだんだけど、やっぱこう母親が一人で食べるにはやっぱ大きいんだよね。で、でも二人で割るには俺にとってはちょっと少ないんだよね。でも白いご飯を冷凍してあるのはまあまあ大きい冷凍、大きいサイズで冷凍しちゃってるんだよね。大変だったね。皆さんも気をつけてください。いいね、デニーズ。デニーズね、うちの近くはないから。でもね、バーミヤンとか中華食べた後って本当にコーヒーが飲みたくなるよね。なんか油を流したくなる。ということで、皆さんは本日はどんな一日でしたか？きっと素晴らしい一日だった。まあ、嫌なこともあると思うけど、でもそれはね、自分が思ってるだけで結構ね、いいこといっぱいしてんのよ、みんな。ありがとう。いいね、フレンチトースト作った。やってみようかな。一日中寝てんのもいいよ、わかる。今日ね、私は、水曜日の時間割で、結構こういろいろ予定があったんですけど、吹っ飛ばしたね、今日の予定。まずね、だいたい起きるのは僕はだいたい7時とか7時半なんですよ。で、そっからご飯食べて、1限目からなんかこう決まった勉強をするというローテーションがあるんですけど、まず今日5時15分に異常な犬の遠吠えで起きる。まず早起きするって言ったよ、もう。早起きだよ。5時15分にスーパー犬の遠吠えで起きる。で、まあそれはね、なんかこうあんまりこう珍しくはないのね。だいたい吠えるのよ。で、その、だいたい一匹が吠えるんだね。小座くんの方が吠えるんだけど、その小座くんをこう、なだめるというか、まあ俺じゃないんだよ、なだめてんの。小座くんは俺じゃなくて母親の方に行ってるから、俺じゃないんだけど、俺がこう、まあなんかこう、多分母親がなだめてんの。で、俺はもうただひたすらもうベッドで、ずっとこう、わかるっしょ、マジで。もう言っても可愛いんだけど地獄なわけ、その瞬間は。で、あ、収まったなと思ったら、うわわわっていう、もう一匹がマジ吠え出して、これ珍しいの。これもう、めったにこれは吠えない方なんだけど、すごい勢いで吠え出したね。それ5時50分ぐらいで、
そっからね、寝れなくなったの。で、そのまま起きちゃえばいいっていう気もしたんだけど、寝れないなぁと思って、なんだかんだ7時半ぐらいまでなっちゃって、あ、このまま勉強入ったら、ちょっとこう、あ、そう、赤ちゃんと一緒だね。あ、俺は赤ちゃんごめん、知らないんだけど、赤ちゃんを抱えてる家はほんと大変だね。お母さん。まあ、今はお父さんもそうだと思うけど、どっちも。俺はたまたまさ、犬が全部さ、もうもちろん俺は実家ずっと出てたから、犬はもう朝とか俺のところには来ないわけ。基本、母親の方に行くわけよ。まあ、ご飯くれるとかね、餌くれるとか、散歩行くとかそういうのだと思うんだけど、とにかく俺は、なんかこう、とにかく声だけ聞いてるわけよ。で、寝れなくて7時半ぐらいになって、あ、もうこっから起きて朝ごはんかなと思ったら、ちょっと朝ごはん食べた後にすごい眠くなるわけじゃん。で、そしたら、これはもうほんとしょうがない。しょうがないんだよ。母親がさ、あんた今日祝日だよ。どうすんの？勉強なんかすんの？みたいな。祝日なんだけど、みたいな。それで、俺は今俺の部屋なんだけど、これはもう昔中学、高校の最初の方まで俺の部屋だった俺の部屋を、掃除とか荷物を全部片してまた俺の部屋にしてるんだけど、要はずっとこの俺が家を出てる間、ずっと母親の部屋だったわけ、ここも。だから母親の洋服が棚には入ってるわけ。だから、棚をきれいにしたいと。でも俺はこの部屋しか勉強できる部屋はないのね。机がちゃんとあって、でこう行こうとしたらここの棚をこっちに棚がある、こっちに棚があるんだけど、ここをもうすごいアクティブに、もうすごいアクティブに開けていくわけよ。もうとにかくここ綺麗にしたい、あと衣替えもしたいみたいな。ものすごいアクティブに開けては戻し、もう開けては戻しっていう、もう繰り返しなわけよ。したらさ、もうさ、絶対俺勉強なんかできないじゃん。いやいや、そりゃそうよ。もう全部言い訳よ、こんなの。で、もう、あんた今日祝日なんだから、とにかくちょっと、掃除とかやってほしいとかある。っていうことで、ちょっとすいません。1限から4限まではもう飛びました。すべて私まあマンションなんだけど、普通は、多分ちょっと掃除ができないような、なんか棚とか、まああと窓なんだけど、ちょっと半分外に、ベランダの外の窓とか、もう10年ぐらい掃除してないんじゃないかな。まあ多分親じゃ、母親じゃ多分届かないし、ちょっと危ないようなところを、まあそうね、今日だから3時間ぐらいかな。もう、あ、多分ね、体育とかの授業の30倍ぐらい汗かいたよ。もうびっちょびちょだもん。なんかもう今日はだから、なんかその掃除してての汗だから風呂入ることは許された。あ、だから雑巾3枚ぐらい真っ黒だったよね。もう変えて、すごいね、あれどこのガラスクリーナーだろう、すっごいんだよね。めちゃめちゃ綺麗になるのよ、ガラスクリーナーで。窓とか中も外と、あと洗面所の鏡結構水垢とか大変じゃん。力がいるというか。でもさ、これさ、俺掃除あるあるかな、みんなちょっと掃除してる人いる？なんかさ、どう言えばいいんだろう。ちょ、まあいいや、こう、まあ、例えばこれね、これがじゃあ窓だとしてね、ここが枠ね、窓の枠だとするじゃん、ここが。で、じゃあこれが、俺の持ってた雑巾だとする。そしたらさ、これさ、こう拭く分にはもう大したことないのよ。いけるんだけど、ここがさ、ここの角行くときにさ、こうやるじゃん。こう行くじゃん。で、このときに、ここの爪、ぶつけがちじゃない？角に。すごい爪ぶつけがちじゃない？こうやるときに。拭くときに。こういったときに、こうやってやるんだけど、ちょっとこう端をククククってやったときに、ここをさ、
窓の端に爪なんかこうやりがちじゃない、ここすごい厚め。もういえ、もういい、ごめんごめん、俺は言いたいだけだった。これでもすっごい板が痛いの。そうそう、ぶつけんの、ここ今3本ぐらい異常に痛いの。ここ全部すっごい痛いの今。なんか悶絶、なんか地獄。わかる。いや、雑巾に包んだんだけどね、なんかこう回数が当たるよね。回数が当たってなんかこうちょっとずつ削れていくよね。じゃあ質問読みます。どうしよう。オンライン飲み会してますか？したことありません。オンラインにすごい慣れません。オンラインで人と会話ができません。そもそも人と会話難しいのに。じゃあもう流れてんの、読もう。読んでるよ、結構読んでるよ。ただ結構さ、これ文字出てくんのと俺が喋ってんの時差あるもんね。白髪染めはする？したしないな。なんかと昨日しましたとか言われたんだけど、コメントで。してないよ、ずっと一回もしてない。スーパー気に入ってる。なんか自分が、まあ人それぞれあるでしょうけど、自分がね、なんかこうしんどい思いして出てきた白髪だったら愛おしい。私の仲間、出てきたやつも私の仲間。眉カットしたことない、人生で一度もない。髪は黒。わあ、どうでしょうね。時期によって結構僕は色が変わっちゃうので、生まれた時は真っ白みたいな金髪で生まれてるんで、で金髪になったり、もちろん染めることもあるし、自然光で変わることもあるし、いろいろ変わっちゃう。あと何？意外と質問。ああ、コップ？コップなんだろう。これわかんないよ。リプトンって書いてあるよ。リプトン、紅茶のリプトン。紅茶のリプトンのコップなんじゃない？ごめん、実家のだから。わかんない。なんかいいよね。なんか色が好き。インスタ慣れない。でも楽しい。喋ってる時間が楽しい。自分の一日を振り返るし、なんかみんなの元気な姿も確認できるし、なんかもちろんね、すっごい楽しい話とかしてわーってこう盛り上がるのもそうだけど、なんかそうだと一時的で終わっちゃうじゃない、気持ちが盛り上がってって。なんかそれよりかは、あ、なんか明日こうしようとか、あ、なんか自分が一歩変わったなとか、そういうことを主体としてやっていきたい、この9時からの時間は特に。あとはなんかやっぱ辛いこともあるけど、うまくこう切り替えて忘れられて、だからみんながそれをもっと、なんだろう、自分の周りにいる友達もすごく幸せにしてくれたら嬉しいし、あと、なんかそうね、こういうインスタライブしててすごい楽しいって喜んでくれるもそうだけど、そのうちなんかもう本当に見てくれてとか元気になって、あ、もうこういうインスタライブ見なくても元気だわってなったら、それはそれですごい嬉しいって本当に思う。うん。今日の学びなんだろうね。今日の学び？やべ、すげえ時間経ってる。やべ。あー、今日の学び？今日の学びはね、あ、今日の学びは、あの、じゃあ、ちょ、途中までね、今日の学び始めた。私は、今、あの、母親と二人暮らしなんですけど、なんかね、もう、実家にいて、親と子供っていう枠はちょっと超えてるの。さすがに俺も34だから、ちょっと時間を、時間じゃない、ちょっと読んでたら時間って言っちゃったけど、あの、親と子供っていう枠を超えて、ちょっとこう人と人みたいな感じになってるね、年齢的に。
そうなると初めて人と他人じゃないんだけど同居してるっていう感覚に今すごいなってて、あ、人と、まあ自分の愛する人、もちろん母親だけど、これが僕はだから女性、男性とも同棲をしたことがないから、あの、人と同居するってこういう気遣いが大事なんだなとか、こういう風な言葉掛けをすると、あの、ことはうまく前に進むんだなとか、なんかそういうことをねすごく思い始めた。母と子だとやっぱりこう、なんだろう、まあ甘えもあるだろうし、いろんなこう関係性があるんだけど、もちろんそれはもう等に超えたというか、一人一人がお互い自立してる人間が一緒に住んでるという中で、どういうふうにすればこううまくいくんだろう、もっと幸せに、もっと楽しくなるんだろうっていうことをすごく、なんか思い始めた今日の学び。それがきっとまたここから続くんだろうね。皆さんはどんな学びが今日ありましたか？ちょっと考えてみて。考えたら思いつくんだよ。なんか普通に過ごしてるとあんまり思いつかないんだけど。以上です。いい祝日ですね。ありがとうございます。メモる。メモるようなこと全然言ってない。なので、いい時間を。こちらこそこんな、逆に聞いてもらったから、今日の学びなんだって聞いてもらったことで、素晴らしく私もこういうことを思い返せたんで、ありがとうございます。あと昨日この後ろの段ボールが倒れてきてるよって注意してくれた方ありがとうございます。この横にある棚のちょっと耐震のこう設定をしたんです。設定というか、あの耐震工事じゃないね。なんかこう、バーをつけたりとか、そういうことをやってる間にこの傾きがこっちに来ちゃってたんですよ。それをこう言って気づいてくれた方、気づいて言ってくれた方ありがとうございます。勉強になりました。直しました。あとまあこれはちょっと僕の中身よくわかんないです。母親のです。ではまた明日お会いしましょう。夜9時に。いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。じゃねー。